内山肝蔵内山肝蔵は日本の書店主、文化人。1930年代以降、中華民国と日本の両方で書店経営者として成功し、日中文化人交流に大きな影響を与えた。内山書店は現在も東京の神田神保町で中国、アジア関連書籍を多く扱っている。出身地は、 岡山県出木郡吉村で村長の家に生まれた。内山は高等小学校を4年で中退。京都と大阪の商家で十数年間店員を務めた後、1913年3月に上海へ渡った。入信したキリスト教会の牧師の紹介で大学目薬三天堂の出張販売員となるためである。 各地を営業するうちに、粗い食に耐える勤勉なクリーや信用を重んじる、商人など中国の庶民に深い共感を覚えた。また、中国人が個人的な信用を重んじ、官の意向をむやみに信じないことや、現実を重視し実利的であることなども、彼の心に深く刻まれた。クリスチャンであった、彼は、 三年後に、京都教会の牧野虎寺牧師の勧めにより、家の事情で、祇園の芸者となっていた、井上美紀子と結婚した。女性自立のための経済的独立を持論とする、彼は、妻の内職用に上海、北市線路の自宅に、板の間にビール箱を置いただけの簡素な売り場を設けて、キリスト教関係書の販売を始めた。最初は扱う書籍の数も少なかったが、 書籍数が100冊を超える頃、客の要望に応えて、宗教書のみならず一般書の取り継ぎも行うようになった。1929年に内山書店を施工道路に移転した。路面電車の終点にも近く、商売には絶好のロケーションである。1930年には、彼自身も三天堂を辞めて内山書店の書店経営に先進した。 1930年代半ば日本企業の上海、進出、遠ン,ンブームなどの出版公共、そして日本人、中国人、朝鮮人の区別なく、駆け売りを行う愛書家への報酬に徹した営業方針などの理由により、内山書店は急成長を遂げ、数年後には上海随一の日本書書店に成長した。1920年には、 上海 YMCA 主催の書き講座を計画し、第1回の講師に森本幸吉、ナルセ無局、香川豊彦を招いたのがきっかけで、それ以来数年間にわたり、吉野作像をはじめとする文化人が上海を訪れるようになった。内山はその書き講座の損失を負担するとともに、世話役として奔走した。1924年には、 犠牲里の自宅の真向かいにある空き家を買い求め、独立した書店を営むようになり、その頃から、内山書店は、日中文化人や、文芸愛好からの溜まり場となるようになった。やがて、それが、誰もが自由に集って、自由に語り合える場となり、文芸漫談会と呼ばれるようになった。その中には、殿官、幾達を、各松弱などの日本留学経験者である、 中国知識人も含まれていた。1926年には、谷崎潤一郎が2度目の上海訪問中、内山書店を訪れ、その著作で紹介したこともあり、日本からやってくる文化人は、内山書店を窓口にして、中国の知識人と交流を持つのが、習わしとなった。1927年夏には、谷崎の紹介で、上海を訪れた。 佐藤春夫に対しても、内山は、谷崎の場合と同様に佐藤が、中国の文学者と会うための骨折りをしている。1927年、密かに帰戦で、甲州を脱出した路人が上海へ渡り、内山が経営していた、内山書店を訪れるようになった。10月5日に、路人が、犠牲里の内山書店に立ち寄った。 路人が上海に着いて二日後のことである。その時は、内山は、不在で顔を合わせていない。顔を合わせたのは数日後である。その時のことを、内山はこう書いている。それから間もない頃いつも二三人の友人を同伴した、藍色の名が、三を着た小柄であるがとても、特徴のある歩き方をする美化に黒い濃い髭を生やした、水晶のように澄んだ目をした。 どっしりとして小柄にかかわらず、大きな感じのする人が、私どもの目に映るようになった。いつであったかある日のこと、県の先生が一人で来られて、いろいろ本を寄り出した後で、チョイに腰を下ろして、家内のすすめたお茶を飲みながら、タバコに火をつけて鮮やかな日本語で寄り出された、いくつかの本を指して、老板子の本を、だらっちろ慶運んと豪に届けてくださいと言われた。 ロジンは、北京に妻を置きながら、巨公平と事実婚し、逮捕令を避けて、上海うちの住居を転々としたが、その住居の世話をしたのが内山であった。また、内山の紹介でロジンは、上海を訪れた、金子光春、武者の孝治寂敦、横光李一、林文子、野口米次郎、長代吉郎らの作家、詩人、長谷川仁世館、 室伏隆信、山本寂彦らのジャーナリスト、塩谷敦志、増田渡るらの中国文学者、禅の大家である、鈴木大雪らに面会することになる。1936年10月19日に、露人が、持病の頭打で急性した時、その絶筆は、内山への日本語のメモであり、その内容は、日本人主治への連絡を内山に依頼する。 ものであった。18日に元から手紙を受け取った内山は、すぐに、須藤医師を、手配、路人宅に駆けつけた。机に顔を伏した状態でタバコを片手に苦しむ、路人を助け、休日の手配した医師らの診察後に一旦自宅に、帰る。しかし、翌朝5時に、再度の知らせで駆けつけると、すでに脈がなかった。内山は、信仰の深かった。 露人の死を元と共に悲しんだという。内山の著書、けるシ島の姿に、露人による助があり、露人は内山を、老法優と表している。満州事変以降、日中はたびたび寒化を交え、中国では、反日の機運が高まった。内山も、日本のスパイ呼ばわりされたこともある。これに対して露人は、彼が本を売るのは、金を儲けたいがためであって、 この点に関して犬にも劣る文人たちはもっと学ぶべきであると擁護した。東京人保町にある内山書店内さんは1935年内山書店を日本でも開業した。日本が太平洋戦争に敗れたため上海の内山書店は閉鎖された。内山は1947年に帰国させられたが中国をよく知る日本人として 1949年に成立した、中華人民共和国が日本と国交がなかった時期から、現在に至るまで、内山やその親族と中国の交流は続いている。1950年、日中友好協会理事長となった。1959年、病気療養のため、中国に渡り、北京で脳一血のため死去した。 自伝的な回想録に1950年に脱光した花公録がある。ありがとうございます。